し戦います。私はただなすべきをなすの。いざ趙文言奥様に神明を解さん。おい待てって。嫌な予感がするんだよ。行くが俺は行かねえからな。敵が城への攻撃を開始した。城が落ちる前に切り込まねば。この合皮を任せた。この命、その真に応えるのが我が責務。王道我が知略慣れさせてもらおうか。Thank you.
に勝てるわけねえ。あいつ出すぎじゃねえか。なんかすげえ嫌な予感がするぜ。泣く子も黙る長領さんかい。でもここまでだ。リテン殿、ガクシン殿、いても立ってもいられず出てきてしまいました。私にはこちらの方が性に合うようです。一人で英雄気取る気かよ。程度が出るぜ。言い過ぎたわ。分かってたんだよ俺、あんたがいないとダメだってのは。違うな、俺がこのままじゃダメだってのは。ただ目の前のことをやる。勝ち負けも生き死にもその先にしかない。あんたはそうやって戦ってきたんだな。おじきのことは、まあ今は置いとくか。けどこの戦俺たちで勝つ。おっと、随分張り切ってるね。けど、ここは通さないよ。ご無事で何よりです。それよりは、共に戦わせてください。この罠を破れば、ずっと敵を誘い出せよう。急ぎに一人でを抜けるのだ。もう、来ないでください。我が知略、試させてもらおうか。もう、来ないでください。素晴らしい身のこなしです。参考になります。頑張って。防戦、防戦。次会った時に倍返しする。これは戦術だけだ。ただの勘だけどな。孫権攻めるより先に退路を断った方がいい。なるほど。では我らは崖より孫子峡へ向かうとしよう。ならば私は南の拠点を落とします。行動がいた方が動きやすいでしょうから。承知した。学信殿、何を祈る。観念、ドーター殿がやられただと。敵を侮っていたか。我らも打って出る。素晴らしい働きを見せたな。お前の相手だ。私、頑張ります。
ないぞ。それがしも加勢しよう。この崖、登るにははしごが必要だな。確か工作兵を付近に配した。はしごをかけますので。あんたのそばにいれば俺は安泰。はいよ、こっちも話したって気にすんな。来たか、火の勝負。だがこの先は行かせん。戦うのはお前か。素晴らしい働きを見せたな。負けない。だが次はこうはいかんぞ。敵将討ち取りました。いざ本殿の回路を断たん。動きが鈍ってきた。このままではこの地は私たちのものです。回路を断たれただと。いや、焦ることはあるまい。敵はまだ我らを追い詰めたわけではない。もう来ない。
ので説教なりなんなりしてください。さあ来やがれ。お前なんざ一発目だ。私として受け止めよう。だけど今まだくれてはやれんのだ。
志、ここでついえるわけには。行っちまったぞ。それでも五軍は総大将が負傷して撤退、戦果としては上々ですね。二天殿、学信殿、お見事な戦ぶりだった。これが私たちが力を合わせた真の力なのですね。そうだ、だからこれからは俺たちを連れてけって話だ。言わせんな。はい、分かった。我らで力を合わせ、この合皮を守り抜かん。